ちなみにこのお肉は、10万するらしいです。よし、どうもこんにちは、進撃のノアです。今日は知り合いのお肉屋さんから1キロ分の超いい部位が自宅に届くということで、これを家で自宅で1キロ私が調理して食べたいと思います。イエーイ。多分そろそろ届くと思うので、まだかな。あ、来ました。受け取っていきます。届きました。じゃじゃーん。あふれ出てます。おお、やばいやばいよ。じゃじゃーん、やばない。よし、早速調理していきたいと思います。焼いていこう。え、これさ、さっきこれを入れない。おお、今回はプレートも本格的なやつを借りてきました。もういいんかな。ちなみにこのお肉は、10万するらしいです。お肉投入します。やばい。おー、ワイルドだろ。ひっくり返したい。まだひっくり返す。6分ぐらいですか。よかった。なんでいい。さあ、焼けるまでにバドワイザーを飲みます。やばい。ひっくり返すの楽しみ。ひっくり返すわ。ちょっとうわぁ、ちょっと並べします。完成です。それでは早速切っていきたいと思います。ワイルドに真ん中からいきます。おお、うまっ。最高。うまっ。最高。今回はこれをつけて野生の気分で食べたいと思います。野生の気分っておかしい。猛獣、猛獣進撃なのは。これねえねえ、くっついちゃった。
ただきます。うん、めっちゃ夫婦うまい。多分トラとかこういう気持ちなのな、かぶりつくっていう。うん、うまっ。ワイルドだろ。味変えてみる。かけすぎだ、かけすぎだな。クレイジーセント投入。おいしい。これポン酢かけたいかも。お腹いっぱい。じゃあそろそろお皿に並べてちゃんと食べたいと思います。ワイルドノアちゃん終わりです。はい、そんな感じで全部きれいに切りました。今日はひま兄の晩ご飯も作ってなかったので、本当は全部自分で食べたいんですけど、まあいろいろ分かち合いたい性格なんで、一緒に食べましょう晩ご飯。ありがとうございます。晩ご飯ね、今日のわさび。うん、ほっぽりする。次はポン酢つけます。あら、うん、すごい、おいしい。ていうか昨日買ったばっかのシュプリームがタレまみれです、油まみれです。タイミングで落ちますかね。もうあっという間に最後の1個になってしまいました。最後は叙々苑のパリです。うん、めちゃくちゃ美味しかったので良かったです。自宅でも本格的にお肉を焼けることが発覚しました。そして家でやるときには服を気をつけてください。彼女とご飯なうに使ってね。皆さん動画を見ながら一緒にご飯を食べましょう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。じゃあねー。